不動産屋さんの階段の語り手ゆりです。大病を患ったり年齢を増すと死後の世界を考えるようになるものです。さてこれは仮名ですが、鶴見さんが高校時代の恩師から聞いた話です。その恩師を仮に N 先生としておきます。 N 先生は高校の現代国語の教師でしたが、当時はまだ若く授業もよく脱線して不思議な話をしてくれたそうです。その N 先生は山梨のかなり大きな由緒あるお寺の息子で、ご本人も中学生の頃にすでに出家して僧名を名乗っていました。ご本人が特定されないように、その僧名はここでは伏せてお話を進めます。さてその N 先生は子供の頃からよくおかしな体験をしていたそうです。山の中腹にある神社の参道に白光りする塊が社に向かって登っていくのを目撃したり、葬儀が近くなると自分の家のお寺の竹やぶがざわつき、その亡くなる人物が本堂の前を横切るのを目撃することもありました。ある日の夜、 N 先生はお寺の住職である父親からこんなことを言い渡されました。このお寺の僧侶である以上は、お前もこのお寺のしきたりを守り、時世において仏教の教えを広めなければならないと言って、このお寺に伝わるある修行を課したということでした。当時は出家したといってもまだ中学生でしたから、水行や断食などの修行は辛く、また座禅を組んで経典を読んだり写経をするのも退屈だったそうです。また学校では部活や試験もあるわけで、両立するのが大変でした。ただこれらの通常の修行はお寺の住職が言うある修行ではありませんでした。そのある修行とは、このお寺に代々伝わるもので、父親も祖父も曽祖父も高祖父もその前もずっと行ってきた修行だったのです。ところでそのお寺は1000平米もある広さで、隣接する墓所を入れればもっとだったそうです。母屋と本堂は幅が 2.5 メーターもあるヒノキの廊下で隔てられていました。本堂は襖で仕切られ、普段はお勤めの時以外は襖は閉められていました。 N 先生は毎朝その本堂の雑巾掛けをしてお経を唱えたそうです。さてその修行というのが面白いのです。その本堂の襖を開けて、本堂と廊下の間の敷居の上に敷布団を敷いて寝るということでした。つまり敷居をまたいで布団を敷いてそこで寝るということです。 N 先生はこれが代々伝わる修行なのかと不思議に思ったそうです。そこで早速自分の部屋から布団を運び込み、本堂と廊下の境の敷居の上に敷きました。改めて今夜ここで寝るのかと思うと、毎日お勤めで見ている仏様のきらびやかに鎮座している姿も新鮮に感じてきたそうです。木魚などの一式がろうそくの光で反射していたのですが、そういえば10日ほど前に檀家さんの葬儀が執り行われたことをふと思い出しました。さてその日は週末で、試験勉強も切り上げた頃、 N 先生の家族はもうすでに寝てしまっているようで、N 先生もさて自分も寝るかと思い、シャワーを浴びて早速本堂と廊下の敷居の上に敷いた布団に入りました。 N 先生は確かに本堂は見慣れていますが、こんな夜の明かりもない本堂は正直少し不気味に感じたそうです。日頃はまじまじと見ることのない天井を見上げると、暗闇の中で渦を巻くように見えてきて少し怖くなってきました。なんとか寝てしまおうとしても落ち着かず、しばらく右に左にと寝返りを打っていました。そしてだんだん周りに慣れてきた頃、最後に大きく深呼吸をして目をつぶったそうです。次第に肩や腰の緊張が解け、足先より力が抜けてスーッと眠りについていきました。どれくらい寝ていたのか、はっと気がつくと、N 先生は砂浜かどこかの水辺に立っていました。
ここはどこなんだ。あたりはもやに包まれ、空はどんより曇っていました。そして水辺の水面はゆっくりと流れていたそうです。N 先生は自分の状況が理解できませんでした。たった今本堂の敷居の上で寝ていたはずなのに、自分はこんな見知らぬ場所にいて、普通に呼吸もしている。これは夢ではない。一体自分に何があったのか。N 先生はしばらく困惑していました。するともやの向こうからたくさんの人の声が聞こえてきました。もやで姿は見えませんが、ガヤガヤと何やら話し込んでいるようでした。その中に一人のぶとい声のおそらく大男がいて、どうやら人々に列に並ぶように促しているようでした。またその大男の近くに中年の女性もいるようで、人々の質問などに答えていました。N 先生は、彼らは一体誰なんだと思いながら、足を砂に取られながらも、その声の方に進んでいきました。すると歩いているうちに、いつの間にか N 先生は、着ているものがパジャマではなく、私服になっていたそうです。しばらく歩くと、もやの中からぼんやりと桟橋が見えてきました。そしてその桟橋の上に、白装束の人々が並んでいるのが見えてきました。彼らは互いに談笑していたり、世間話にうなずいたりしていました。それは男性、女性、年齢も様々な集団だったそうです。すると N 先生は、あれ?と思いました。その集団の中に一人見覚えのある年配の女性がいたのです。それはちょうど10日前に N 先生のお寺で葬儀を執り行って送り出したばかりの女性でした。その女性も N 先生に気がついたのか、こちらを見てにこりと微笑み、会釈をしてきました。すると突然、ザブンという大きな水音が聞こえ、水しぶきが立ちました。N 先生が何事かと見てみると、何人かの人が水面に飛び込み、クロールで泳いで向こう岸に渡ろうとしていました。N 先生は見るもの聞くものすべてが奇妙で珍しく、キョロキョロと周りを見渡していたそうです。すると人混みをかき分けるようにして前方から一人の初老の男性が N 先生に近づいてきました。そして N 先生に、ここに並んでいる人たちは葬儀をしてもらってこれから向こうへ渡る準備をしている人たちなんだよ。クロールで泳いでいる人たちはホームレスかなんかの行き倒れや突然死だねと説明してくれました。その初老の老人は続けて、あんた何しに来なすった。まだ寿命がある人、つまりとどまる人はここには来てはならないぜ、と言ったそうです。その男性曰く、今 N 先生が立っているところが現世の出口で、前に流れている川、つまり海の川というそうですが、その川を渡ってから50日かけて、次のステージに上がるのだというのです。そして人や動物植物も寿命を終えると大抵極楽浄土、つまり天国へ四十九日かけて向かい、50日目に選択肢を与えられるのだそうです。説明するその初老の男性もその選択肢が何なのかはわからないということでした。自分たちが立っているこの出口は西の河原で、白装束の人々や海の川に飛び込む人たち以外にも、中近東やヨーロッパの人々もいて、彼らは白装束姿ではないが、同じように整列したり、鳥に乗って川を渡るのだと説明してくれました。そしてさらにその男性は、みんな生まれる時に役割があって、中途半端になってしまうものや、生まれたけれどすぐに戻ってきてしまうものがたまにいるが、それは自分の登場する時代や時間を間違えてしまったため、こちらに呼び戻されるからで、事件や事故に巻き込まれるのも
同じ作用をしているのだというのです。また現世の秋と冬の重なるときに一度世界観が更新されるそうで、それが万星説と万霊説だと N 先生に詳しく説明してくれました。そんな話を男性から受けていると、やがて少しずつもやが取れ始めてきたそうで、周りが美しい黄金色に変わり始めました。するとその初老の男性は慌てた様子で N 先生に、この情景を見てはいけないと叫び、すぐに目をつぶるよう諭したそうです。そしていきなり N 先生の背中をドンと押して、N 先生を河川敷の藪の方に放り込んだのです。 N 先生はその勢いで思わず前につんのめってしまい、転んだ拍子に顔を上げると、そこは本堂の中でした。するとそれと同時に、目の前のガランド窓を父親の住職が開けながら、どうだ、リアルな修行だろう、誰かに何か教わらなかったかと言ってきたそうです。不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。さて、今回の体験談を提供してくださる K さんから、ゆりさんの怖いものは何ですかと聞かれ、ゴキブリかなとかバカな答えをしそうになりましたが、世の中にはなんでそんなものが怖いんだと思うようなものをあげる人がいるということでした。 K さんの友人はなぜかお花が怖いというそうです。これは K さんがまだ25歳くらいの頃、 K さんのバイト先の先輩に仮名ですが直也さんという方がいました。その方は白いお花が怖いというのです。どうしてそんなものかと思った K さんが理由を尋ねると、こんな話をしてくれたそうです。その直也さんはずっと映像化デザイン系の創作活動をしているフリーターでした。ですから常に短期で高収入が得られるバイトを繰り返して、生活費と創作活動費を稼いでいたそうです。そんなある日、日給1万数千円、住み込み食事付き工場勤務という好条件のアルバイトを見つけました。早速直也さんは人里離れた山奥にあるその工場で仕事を始めることになりました。仕事内容は精密機械の製造での雑用で重労働だったそうです。さて、この工場に隣接したプレハブの建物があったのですが、そこが直也さんなどの住み込み従業員の寮になっていました。直也さんはその寮の2階の一部屋をあてがわれたそうです。中は空調と布団だけで、テレビもなくネット環境も怪しいものでした。森を切り開いて建てた寮でしたので、窓を開けると周りは木々に囲まれているだけの退屈な景色でした。直也さんはまあこんなもんだなとあまり期待せずに窓からの景色を眺めていたそうです。するとよく見ると、その木々の間から建物が見えました。そう遠くはなさそうなところに一軒だけ建っていました。あんなところに建造物があるなぁと少し意外に思った直也さんは、好奇心からその建物のそばまで行ってみることにしました。他のバイト仲間を誘って歩いていくと、5分もかからずに立派な一軒家にたどり着きました。それは2階建ての豪邸で、一見誰も住んでいないように見えたそうです。後で分かったのですが、その豪邸はこの工場のオーナーの別荘だということでした。話によると、オーナーは他にも別の地方に 2,3 軒別荘を所有しているとかで、季節に合わせて使い分けているそうです。バイト仲間たちは羨ましいなぁと話している中、直也さんは一人興奮していました。実は直也さんは大の車好きで、あの別荘の1階全部がガレージだったようで、シャッターが降りていたのに気がついていました。直也さんは何かにつけ誰かに、あのガレージの中を見てみたいなぁと話していました。何度も人に話していると、あの車もその車もあるかもと、どんどん妄想が膨らんでいきました。すると奇跡が起きたんですね。その直也さんの言葉がいつの間にかオーナーの耳に入ったそうです。
そしてそんなに興味を持ってくれるならということで、オーナーが直也さんを別荘に招待してくれました。直也さんは信じられない気持ちで胸を躍らせて別荘を訪ねました。さて、そこには立派な紳士が待っていて、それがオーナーなのは明らかでした。そしてオーナー直々にガレージの中を見せてくれたそうです。扉が開くと直也さんの想像以上で、博物館にあってもおかしくない写真がずらりと並び、感無量でした。直也さんはオーナーとガレージの中で長々と車談義に花を咲かせ、2時間も経ってしまいました。そしてふと直也さんはガレージの上の部屋が気になり、2階にも車関係のものがあるんですかと聞いてみたそうです。するとオーナーは、いやー、2階は居住スペースで家内の趣味の部屋があるだけだよということでした。まだ若い直也さんは率直に、奥様はどんな趣味なんですかと聞いたそうです。すると、うちの家内はヨーロッパのフリーマーケットに行って雑貨を集めるのが好きなんだよと、いかにも金持ちの趣味という答えでした。そして気さくなオーナーは、見るだけ見てみる、いろいろあるんだよと言って直也さんに2階も案内してくれました。オーナーに続いて階段を上がっていくと、すぐ広いリビングダイニングが目の前に現れ、そのまま廊下を進むと寝室らしき部屋、その隣に奥様の趣味の部屋がありました。中は10畳ぐらいの部屋で、棚やショーケースがずらりと並び、その中には時計、西洋の人形や置物などがきれいに飾られていました。するとオーナーが、さて、じゃあコーヒーでも入れてくるから、暇つぶしに家内のコレクション見ててちょうだい、と言って部屋から出て行ったそうです。そこで直也さんは待っている間、それとなくアンティークの雑貨を眺めていました。そしてゆっくり棚を見ていくと、奥の壁に段ボールが6つほど積み上げられているのに気がつきました。直也さんがふとそこに視線を向けると、積み上がった段ボールの隙間からドアノブが見えたそうです。あれ、この奥にももう一部屋あるのかな？そう思った直也さんは、段ボールの間からそっと腕を伸ばし、そのドアノブに手をかけました。開けてよいものか、鍵がかかっているのか分かりませんが、気になった直也さんは恐る恐るドアノブを回してみたそうです。するとカチャッと音がして扉が開き、ギーッという音とともに内側に少しだけ開いていきました。やはりこの奥にもさらに部屋があるようでした。そこで扉は開いたので、邪魔な手前の段ボールを慎重にどかしました。そしてまずは少し開いているドアの隙間から頭だけ入れて中を覗いてみたそうです。するとぎょっとするような光景がそこにありました。5、6畳くらいの部屋でしたが、その部屋の奥にまず大きな祭壇が設置されていました。それはまるで葬式の祭壇のようで、その中央には鉱物の原石のようなものが置かれていて、神仏のように祀られていました。照明器具もない薄暗い部屋で、閉まったカーテン越しに外の光がわずかにその鉱石を照らし、キラキラと光っていたそうです。そして何より驚いたのは、その鉱石が置いてある縦のラインには何も置かれていなかったのですが、それを挟んで左右には真っ白な花が花瓶に切られぎっしりと置かれていました。そしてよく見ると、祭壇だけでなく、その部屋の四方の壁にもたくさんの壁掛けタイプの花瓶に白い花が生きられ、所狭しと飾られていました。さらには天井からもいくつもの花瓶が吊るされていて、同じく白い花が生きられていたそうです。つまり部屋中が白い花で埋め尽くされていました。それは百合の花に似ている花びらが大きいもので、すべてが同じ花でした。
ちょっと見るだけと思って入った部屋だったのに、直哉さんは呆然とし、その場に立ち尽くしていました。部屋は百合に似た花の香りが充満していたそうで、その神秘的な香りに誘われたのか、はっと気がつくと、直哉さんは祭壇の真ん前に来ていました。そして直哉さんはなぜか祭壇に飾られている花の香りを嗅ごうと思い、顔を近づけたそうです。すると突然、白い花の間から手が伸びてきて、直哉さんの首を掴んできました。そして直哉さんの首をぐいぐい締め付けてきたのです。あまりのことに頭が真っ白になった直哉さんですが、息が苦しいので慌ててその手を振りほどこうともがいたそうです。どんなにもがいても腕はびくともせず、それどころかさらにすごい力でぎゅーっと締め付けてきました。ついに直哉さんは息ができなくなり、意識が朦朧としてきたそうです。そして、ああ自分は死ぬんだなと思いながら天井を見上げました。その天井からも白い花が見えました。直哉さんは、これが自分が見る最後の景色かと諦めたそうです。そう思ったと同時に、急に喉に一気に空気が流れ込む感覚がしました。それは直哉さんの首を掴んでいた手が突然消えたからでした。そして直哉さんはむせ返して何度も咳をし、やっと顔を上げることができたそうです。すると直哉さんは唖然としました。え、なんで？部屋の中には何もありませんでした。さっきまであった祭壇も山のような白い花もすべて消え失せていたのです。そこは家具も何もない、ただの板の間の空き部屋でした。直哉さんは狐につままれたような感覚でした。すると遠くでオーナーの、コーヒーができたよという声が聞こえ、我に返ったそうです。直哉さんは入ってはいけない部屋に入ったという気持ちになり、急いで部屋を出ました。そして段ボールを元の扉の前に戻し、必死に気持ちを落ち着かせてリビングの方に行きました。そしてこのことはオーナーには絶対隠さなくてはいけないと直感的に思ったということでした。直哉さんがリビングに入ると、ちょうどオーナーがコーヒーをポットからカップに注いでいる時でした。その様子を見た瞬間、直哉さんの目にはリビング一面があの白い花で埋め尽くされていました。思わずうわーっと声を上げてしまい、直哉さんはすぐ目を閉じたそうです。少しびっくりした口調の、どうしたのというオーナーの声でまた我に返り目を開けると、そこには白い花などどこにもありませんでした。直哉さんは、虫が目の前に飛んできてととっさにごまかしたそうです。そしてコーヒーをもらい、オーナーと少し談笑をして、直哉さんは別荘を出たということでした。帰りがけにオーナーに気に入られたのか、またいつでも来ていいよと声をかけてくれました。さて寮に戻った直哉さんが自分の部屋を開けた時です。部屋があの白い花でまた埋め尽くされていたのです。うわーとまた叫んでしまい、すぐ目を閉じました。そしてまた目を開けると、そこには花などどこにもない、いつもの自分の部屋に戻っていました。バイトはあと1週間で終わりだったのですが、その間もたびたび直哉さんの隙をついて白い花が埋め尽くされている光景が視界に現れたそうです。ひどい時は朝目が覚めると天井に白い花が埋め尽くされていることもありました。誰にも相談できず、かなり精神的に追い詰められたということでした。そしてついに工場のバイトは終了し、直哉さんは地元に帰ることができて少しほっとしました。すると地元に帰ると、あの白い花現象は全く起きなくなったそうです。ただその体験がきっかけで、直哉さんは全ての花が怖くなり、
きちんと見ることができなくなったということでした。さて、あの別荘ですが、オーナーが工場建設の視察の際に近くで売りに出ていた物件を購入したそうで、そのオーナーが建てたわけではないということが分かっています。前の所有者がどんな人だったのか、なぜ売りに出していたのかまでは分かりません。でも、あの問題の部屋の前に段ボールが積まれていたことから、オーナーもあの部屋は使わないようにしていたようで、何かあることは知っていたのかもしれません。不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。これは数十年前のお話です。それは仮名ですが、涼子さんが婚約結納も済み、11月に結婚式を控えた20歳の頃だったそうです。涼子さんの婚約者、仮に茂さんとしておきますが、茂さんの実家は山梨県の大月にありました。その年の7月に大月の地元でお祭りがあり、それに合わせて婚約者の親戚一同が集まるというので、涼子さんも招待されました。そこで涼子さんの実家は商売をやっていたので、お父さんは残り、涼子さんと涼子さんのお母さん2人で大月のお祭りに参加することになりました。お祭りだから浴衣で行こうということで、涼子さんは浴衣に着替え、運転するためスニーカーを履いて東京を出発しました。ところが中央高速に乗ると、間もなくひどい雷雨に見舞われ、途中の談合坂サービスエリアで少し休み、浴衣ではなく動きやすい洋服に着替えたそうです。そして結局、大月インターから15分ほどで茂さんの地元に無事到着でき、その頃にはすでに雨も止んでいました。お祭りと聞いていましたが、その地元の神社には露店もなく、東京の賑やかなお祭りを想像していたので、涼子さんは少しがっかりしたそうです。それでも一番の目的は、婚約者の茂さんの親戚一同に20日を合わせをすることですから、気持ちを整えて茂さんと彼の親戚が待っている実家を訪ねました。茂さんと茂さんのお母さん、つまり未来の義理の母が、早速涼子さんとお母さんを歓迎してくれました。そして中の広いお座敷に通してくれたそうです。そこは3つのお座敷をつなげた部屋で、長い机が並び、すでに25人ぐらいの茂さんの親戚や知人が宴会を始めていました。涼子さんらが挨拶を終えると、どうぞどうぞと上座の席に案内されました。さて、その25人ぐらいの親戚知人らですが、ほとんどが女性で、義理の母から一人一人紹介がありました。でも涼子さんは緊張していたのか、ほとんど頭に入らなかったそうです。しばらくは初対面ですから、気兼ねをしてなかなか会話が進みませんでした。すると涼子さんのお母さんが、ちょうど隣に座っている80代ぐらいの小さなおばあさんと、なんとなく話をする感じになっていきました。それでお母さんが、ここに来るまでの道中、雷雨にあった話などをして、実は娘は浴衣で来てたんですが、途中で脱いで洋服に着替えてしまったんです、と話しました。すると、その小さなおばあさんは、おや、せっかく浴衣を着てきたのなら、見たいから着替えてくるといいね、と言ってくれました。涼子さんは少し嬉しくなり、それではと別の部屋で浴衣に着替えたそうです。するとそのおばあさんが、まあかわいい、なんて素敵なの、浴衣がお似合い、と褒めてくれました。気をよくした涼子さんはすっかり緊張が解け、涼子さんとお母さんはその隣の小さなおばあさんとずっと話をしていたそうです。しばらくすると、そのおばあさんが自分の前にあるお寿司を涼子さんの前に置いて、お寿司どうぞ、たくさん食べて、と言ってくれました。涼子さんはおばあさんとどんな話をしたか全く覚えていなかったのですが、あっという間に時間も過ぎ、外はすでに日が落ちかかっていました。
ところで涼子さんのちょうど真向かいの席にも別の80代半ばくらいの小太りのおばあさんが座っていました。その小太りのおばあさんが、そろそろ私はおいとまさせていただくかなと言って席を立ったそうです。その人は茂さんのお兄さんの義理の母だったそうです。すると涼子さんのお母さんの隣に座っていた小さなおばあさんも、それじゃあ私も一緒においとまさせてもらいます、楽しかったよと言ってゆっくり立ち上がりました。そして小太りのおばあさんと一緒に廊下に並んで正座しておいとまの挨拶をしたそうです。その様子を見ていた義理の母が息子の茂さんに、おばあさんを車で家まで送っていくようにと頼みました。茂さんはお酒は飲まないので、それじゃあということで二人のおばあさんを車に乗せて送っていきました。そしてしばらくすると茂さんが戻り、隣の部屋の友人たちと話していたそうです。すると奥の席から茂さんのいとこさんが涼子さんのところに挨拶に来て、横の座布団に座ろうとしました。その座布団にはさっきの小さなおばあさんがずっと座っていた跡が残っていたそうです。しばらく涼子さんはいとこさんと話していたそうで、気がつくと東京に帰らなくてはならない時間になっていました。そこで涼子さんとお母さんは、じゃあ私たちはそろそろおいとましますねと言って、涼子さんは洋服に着替える準備をしていました。するとうっかり涼子さんの目にゴミが入り、コンタクトレンズを外さなくてはならなくなり、帰りの運転が難しくなりました。そんなわけで急遽茂さんが代わりに運転して、涼子さんとお母さんは東京に向かいました。車中では早速今日の話になりました。そして涼子さんは茂さんに、ねえ、うちのお母さんの隣に座っていたおばあさん、あの人誰のおばあさんだっけと尋ねたそうです。そして涼子さんのお母さんも、そうそう、あの感じの良い可愛いおばあさん、ずっと話し相手になってくれてね、助かったわねと言いました。すると茂さんは、え、隣のおばあさんと懸念そうに言いました。そこで涼子さんは、うん、茂さんが車で送っていった二人のおばあさんの小さい方のおばあさんのことと言ったそうです。ところが茂さんはさらに不可解なトーンで、二人？自分が送ったのは一人だよ、畠山のおばあさんだけだよと言いました。それを聞いて涼子さんのお母さんは、あん、違う違う、二人のおばあさんが廊下でおいとまの挨拶をして、茂さん、あなたがお二人を送っていったじゃない。そう言っても茂さんは何のことを言っているのかわからないというので、ほら、私の隣にずっと座っていたかわいいおばあちゃんのことよと、そこまで言ってお母さんはふとあることに気がついた感じでした。そして少し間を置いて、でも今思うとあの小さなおばあさんは夏なのに着物が合わせだったとポロッと言ったそうです。すかさず涼子さんは、合わせとかよくわからないけど茶色の着物だよね、髪をぎゅっと引き詰めたと言うと、お母さんも、そうそう、ずっと一緒に話していたしねと、まさかねという感じで笑ったそうです。ところがその間も茂さんはずっと唖然とした顔をしていました。そして、いや、僕は畠山のおばあさん一人しか送っていないと言って黙ってしまいました。お互いの話が噛み合わないことがあまりに腑に落ちなかった茂さんは、東京の涼子さん宅に着くなり、すぐ実家の母親に電話して確認したそうです。すると義理の母の話では、今日の席に集まった人は40代から50代くらいの人たちで、おばあさんはあの畠山のおばあさん一人しか来ていなかったというのです。そして涼子さんたちがずっと話していたような小柄なおばあさんなどいなかったとのことでした。義理の母はことの詳細を聞いて非常に不思議に思い、すぐみんなに確認してみました。
でもやはり答えは同じでした。来客にはおばあさんは畠山の人だけで、そんな小柄なおばあさんはいなかったということでした。じゃあその小柄なおばあさんは誰なんだということになりました。そして不思議だ不思議だと言いながら数ヶ月が過ぎたある日、涼子さんとお母さんは再び大月に行くことになり、その時にまた例の小さなおばあさんの話になりました。すると義理の母がこんなことを言ったそうです。私考えたんだけど、そのおばあさんの特徴や様子を聞いて、もしかしてだけど亡くなった私の母なんじゃないかなって。まさかね。そう言いながら奥からアルバムを持ってきて、一枚の写真を涼子さんとお母さんに見せてくれました。涼子さんとお母さんはすぐ分かったそうです。ああ、そうそう、そうです、このおばあさんです。お母さん、このおばあさんだよね。そうです、そうです、この方です。そして涼子さんは、え、でもなんで?と今更ながら狐につままれた感じになりました。義理の母の話だと、自分の母親は茂さんをすごく可愛がっており、生前は毎年7月のお祭りに必ず来ていたということでした。あの日茂さんが畠山のおばあさんを送った時、ついでにその小さなおばあさんが生前住んでいた義理の母の実家にもお祭りの料理を届けに寄ったということで、あの時きっと幽霊のおばあちゃんを降ろしたのだろうということでした。ところであの日涼子さんとお母さんが長い時間ずっとその幽霊のおばあさんと話している最中、周りからはどう見えていたのか不思議でならないそうです。誰もおかしいと思わなかったことから、自分たちだけ別の空間にいたのではないかと思うそうです。きっと異次元で亡くなった方と会っていたんですね。不動産屋さんの階段です。これは今から十数年前の東京府中にあった商業用雑居ビルでのお話です。さてこのお話は私の行きつけのヘアドレッサーの男性美容師さんの体験談で、その方を仮に斉藤さんとしておきます。当時斉藤さんは美容師になる前でカラオケ店でアルバイトをしていたそうです。そのカラオケ店はかなり古い雑居ビルの最上階の6階にありました。斉藤さんはバイトを始めてしばらくは仕事を覚えるので忙しくしていたそうです。そんなある日、仕事にも少し慣れて余裕が出てきた時でした。斉藤さんはふとあることが気になりました。そのカラオケ店の裏には従業員用通路があったのですが、そこにはビールケースなどが積まれていて、業務用のものがたくさん置いてありました。空いているスペースを倉庫代わりに使っていたということのようです。それは良かったのですが、その後ろに大きなシャッターがあり、常に閉まったままだったのが、斉藤さんは気になったということでした。見るからに古いシャッターで、斉藤さんが来てから一度も空いているのを見たことがありませんでした。ビルのレイアウトからしてシャッターの先には何かあるはずですが、物音一つしなかったのです。斉藤さんはこの中はどうなっているんだろうといつも不思議に思っていました。ある日のこと、その日は店長が休みでした。斉藤さんはバイトリーダーにそれとなくシャッターのことを聞いてみたそうです。このシャッターは何なんですか、ずっと閉まったままだけど動くんですか?と聞いたところ、バイトリーダーは、ああシャッター開くよ、開けてみようかと簡単に言うので、斉藤さんはすぐ、ああ中見たいですと答えました。てっきり開かずのシャッターなのかと思っていたので、斉藤さんは少し拍子抜けしてしまいました。店長もいなかったからなのか、バイトリーダーは躊躇なくシャッターのボタンを押し開けてくれたそうです。そしてゆっくりときしんだ音を立てながらシャッターは開いていき、少しずつ古いすすけたタイルの床が見えてきました。
そして薄暗いその先には古いエスカレーターが姿を現しました。6階は最上階ですから、この階で終わるエスカレーターだけが冷たく薄暗いホールの真ん中にあり、もう何十年も使用されていないのは一目でわかりました。斉藤さんがエスカレーターに近づいてみると、その手すりにはその何十年分の埃が真っ黒にたまり、ちょっと手でこすったぐらいでは取れないくらいでした。エスカレーターから下を見ると吹き抜けになっていたので、下の階は筒抜けで1階のフロアまで見えました。そこはまるで白黒写真のように見えたそうです。そしてその1階を見下ろした時、なぜか斉藤さんは一瞬ゾクッとしました。そこで斉藤さんがバイトリーダーに、このエスカレーターなんで使われなくなったんですかと聞いてみると、何だったっけかな、なんか理由があって使われなくなったんだよなということでした。斉藤さんは常々このビルは上に上がるのにエレベーターしかないことが不思議だったそうで、謎は解けましたが、なぜエスカレーターが使用されなくなったのかは結局わからずじまいでした。その時はそこで話は終わり、シャッターを閉めて二人は仕事に戻ったそうです。それから斉藤さんがだいぶ仕事に慣れた頃でした。ちらほらと店内で奇妙なことを耳にするようになっていきました。その奇妙なことが起きるというのは一部屋だけなのですが、バイトの大学生がその部屋の中を掃除していると、うわーっと突然叫んだそうです。どうしたのと周りが聞くと、電源がオフなのにスピーカーから人の声が聞こえたというのでした。言葉になっていないはぁーという叫び声ともうなり声とも言えないような声だったそうです。最初は聞き間違いで片付けたのですが、その後その部屋で時々似たような声が聞こえると複数の従業員が言うようになりました。他の部屋ではそんなことは一度もないのに、なぜかその部屋だけでおかしなことが起きていきました。そしてしばらくして斉藤さんが夕方のシフトの時でした。このカラオケ店では夕方からよくカラオケの練習に来る常連客の老夫婦がいたのですが、その日も夫婦で練習していたそうです。するとフロントを任されていた斉藤さんのところにその老夫婦がやってきたそうです。すみませんというので、どうしましたかと斉藤さんが尋ねると、さっきの女の子ちゃんとお母さんのところに帰りましたかねというのでした。斉藤さんは女の子なんて来てたかなと思いましたが、ちょっと待ってくださいねと言って各部屋の人数を確認しました。ところがそんな子供連れの女性など来ていませんでした。それを言うと夫婦は、いや、さっき私たちの部屋にいたんですよ。ちょこんと座っていて、私たちが入ったら部屋からさっと出て行ったんですよというのでした。もし外に出て行ったのなら、出入り口はこのフロントの前の一つだけですから、斉藤さんが気がつきます。おかしいなと思った時、斉藤さんはハッとしたそうです。その老夫婦の部屋はおかしな声が聞こえるあの部屋だったのです。斉藤さんはあの部屋には霊がいるのかもしれないと思いました。そこで後日老夫婦の言っていた女の子の話を、幽霊なんじゃないですかねと半分冗談交じりでバイトリーダーに話したそうです。するとバイトリーダーが、はあ、思い出したと突然言いました。え、何をですかと聞くと、それは例のシャッターの裏にあるあのエスカレーターのことでした。バイトリーダーの話では、何十年も前、6階のあのエスカレーターの吹き抜けから6歳の女の子が落ちて亡くなった事件があったのだそうです。それ以来ビルのエスカレーターは使用されなくなったということでした。それを聞いて斉藤さんは鳥肌が立ちました。老夫婦の見た女の子は
その子の霊だったのでは。そしてあの部屋から聞こえる謎の声は、女の子が落ちた瞬間に両親が発した叫び声だったのではないかと思いました。さらに聞いた話では、このビル自体が防犯や安全性をクリアしていない欠陥建築だったそうで、エスカレーター設置の設計にも不備があり、子供が吹き抜けから落ちてしまったということでした。この忌まわしい欠陥部分には人が立ち入らないようにシャッターを閉めたままにしていたわけです。それ以来6階の廊下では複数の人が正体不明の子供の走り抜ける姿を目撃するようになりました。そしてその後このビルはいわくつき物件となってしまったそうです。ただ駅が近く立地が良いのでカラオケ店などのテナントが入り、斉藤さんも知らずに働いていたというわけです。現在はもう取り壊されており、同じ場所には新しいビルが建っていますが、そのビルで心霊現象があるという噂は聞いていないということでした。不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。このお話は以前にもたびたび登場した平田さんからいただいたお話です。平田さんの親友にカズさんという人がいたのですが、高校受験に失敗し、中学卒業後は地元の茨城でスーパーや工場の仕事を転々としていました。その後、カズさんは知り合いのつてで東京の蒲田の町工場に住み込みで働き始めたそうです。平田さんは元は東京の出身で、カズさんが東京に上京したことが羨ましくてなりませんでした。そこで土日にかけて平田さんは時折カズさんの住み込みの寮に遊びに行ったそうです。カズさんの寮の部屋は狭い4畳半一間で、簡易コンロとシンクはついていますが、トイレは共同で木造2階建ての古いアパートでした。商店街の通りから間口が1メーターくらいしかない通路を15メーターくらい入ったところにある違法建築のアパートでした。さて平田さんが遊びに行ったといっても2人ともまだ若いですから、昼間はパチンコ、夜は居酒屋で飲むくらいしかやることはありませんでした。毎週末同じパチンコ店と居酒屋に行っていましたが、他の常連客は平田さんたちを避けていたそうです。というのも2人とも話すことはバイク、暴走族、喧嘩のことばかりだったからでした。ただ平田さんもカズさんも霊感があったので、たまに怪奇現象や心霊系の話をしていたそうです。さてそれからしばらくした頃でした。カズさんの寮の部屋で怪奇現象が起きるようになりました。と言っても最初は金縛り程度でした。確かに古いアパートですから、過去にどんな人が住んでいたかもわからず、事故物件だったとしても不思議ではありません。そしていつものように週末、行きつけの居酒屋でカズさんは平田さんにその金縛りに頻繁に会っている話をとくとくとしていました。その居酒屋なのですが、カウンターがコの字の形をしていて、平田さんたちはちょうど角に並んで座っていました。するとその垂直の隣に、一人のスキンヘッドの初老の男性が静かに飲んでいたそうです。スキンヘッドといっても怖い人という感じには見えない静かな坊主頭の人でした。そして平田さんたちの金縛りや心霊現象の会話が聞こえたようで、その初老の男性は、金縛りの良い解き方を知ってるかいと突然話しかけてきたそうです。そんなのあるんですかとカズさんは金縛りには困っていたので、わらをもつかむ気持ちで聞きました。するとその男性はこんなことを教えてくれました。金縛りにあっても足と手の指は動くそうなので、意識して手足の指を動かし、手を合わせて合掌するイメージを頭で描きながら、守護霊様、守護霊様、この邪悪な霊を連れ去ってください。と唱えなさいということでした。二人
人は真剣にその方法を聞いていました。するとその初老の男性は、二人が心霊系の話をずっとしていたので、この周辺で起きたこんな話も聞かせてくれました。この京浜蒲田駅からカズさんのアパートに向かう途中に、大きな木だけが見える高い塀に囲まれた広大な敷地の家があるのですが、そこのお屋敷のご主人には一人娘がいたそうです。その娘さんがある男性と婚約し、ピンクのウェディングドレスをあつらえたということでした。お色直しのドレスだったのかはよくわかりませんが、珍しいピンク色のウェディングドレスだったそうです。ところがそのお屋敷は実はお寺で、宗教上ドレスではなく和服での式でないとダメだと父親が頑固に反対しました。ところがその婿になる人の家はお寺と対立する関係の宗教支持者だったので、父親の要求するお寺での和服の式は当然飲めず、結局婚約解消になってしまいました。そして娘さんと男性は駆け落ちをする約束をしていたのですが、迎えに来るはずだった夜中に恋人の男性は結局現れなかったそうです。その娘さんにとって一番つらかったことは、その恋人だった男性はすぐに別の女性と結婚してしまったことでした。そして娘さんはその後命を絶ってしまったそうです。さてそれからでした。この界隈では夜中にピンクのドレスを着た女性の霊がたびたび目撃されているということでした。こんな話をし終わると、初老の男性はそれじゃあそろそろと言って帰っていったそうです。平田さんたちはその後居酒屋の人に聞いたのですが、この話をしてくれた坊主頭の初老の男性はその亡くなった屋敷の娘さんのお父さんだったそうで、屋敷というのはお寺ですが、彼はそこの住職さんだったのでした。ピンクのドレスを着た女性の霊は非業の死を遂げたご自分の娘さんのことでした。さてその後もたびたびカズさんは金縛りに遭いました。ある日の深夜、また金縛りに遭ったのですが、その時はいつもと違ったそうです。明らかにカズさんの寝ている体の上に人が乗っている感触がありました。カズさんは恐怖で凍りつき、何とか金縛りを解かなくてはと思いました。そこであの住職が教えてくれた通りに、守護霊様守護霊様、この邪悪な霊を連れ去ってくださいと心の中で唱えたそうです。するとカズさんの上に乗っていた霊が突然スーッと天井の隅に引き込まれていったのですが、カズさんはハッとしました。その霊はピンクのドレスを着ていたそうです。不動産屋さんの怪談です。このお話は霊感のある仮名ですが、平田さんからいただいた彼の親友の寮のアパートで起きた出来事です。さてその前に、この事件を覚えている方はどれくらいいるでしょうか。1982年6月に新宿歌舞伎町のディスコで、女子中学生2人が男性にナンパされ、一人は殺害、もう一人はかろうじて助かった事件がありました。その事件の被害者の二人の女の子は、実は平田さんの中学の先輩で遊び仲間だったそうです。これから話すことは、この忌まわしい事件から5、6年くらい後の出来事です。それは今から数十年前にあたりますが、平田さんの親友のカズさんは、中学を卒業後、東京蒲田の町工場で働いていました。小さな5人ぐらいしかいない町工場で、カズさんの住む寮も古い4畳半のアパートでした。カズさんは毎日ろくなものも食べず、彼女もいない上、古いアパートでしたから、事故物件だったのかもしれませんが、
もともとカズさんは霊感が強いので、しょっちゅう金縛りにあって苦しんでいました。最初は金縛りだけでしたが、当時この蒲田の界隈では、夜になるとピンクのドレスを着た女の幽霊が出るというもっぱらの噂がありました。噂を聞くや否や、早速カズさんの部屋にも深夜金縛りとともに、そのピンクのドレスの霊は現れたそうです。カズさんはすぐに公衆電話から平田さんに電話をして、今部屋にピンクのドレスの幽霊が出た、頼む、今日蒲田に来てくれと大騒ぎでした。引っ越せばよいのではと思いますが、その部屋は工場の寮ですから、別の場所に移って家賃を払っていくにはお給料ではギリギリで、カズさんは我慢するしかありませんでした。ところが後にカズさんにも我慢できないことが起き、アパートを引き払うことになります。さて平田さんは怪奇現象に苦しんでいるそんな彼の様子を見てかわいそうに思い、地元茨城の学生時代の先輩にあたる女性2人を誘ってカズさんを励ましに行くことにしたそうです。その2人の女性を仮にゆかさんと M さんとしておきます。2人ともそこそこかわいい女性でしたので、カズさんも喜ぶに違いないと思ったそうです。ところでその女性2人のうちの1人のゆかさんが、先ほど説明した新宿歌舞伎町ディスコナンパ殺傷事件の被害者で、生き残った方の女の子でした。その事件当時はまだ14歳で、仮名ですが殺害されたのりこさんと2人ディスコで見知らぬ男性にナンパされ、車で千葉県某所に連れて行かれたそうです。そしてゆかさんが車の中で寝ている最中に、のりこさんは殺害され、ゆかさん本人も首を絞められ失神し、気がついたら男性はいなくなっていたそうで、のりこさんの遺体がすぐそばにありました。のりこさんは首を切られた後に両足のアキレス腱も切断されていたそうです。なおこの事件の犯人は未だに捕まっておらず、時効となっています。当時テレビのワイドショーでも大きく取り上げられていましたので、詳細を知りたい方はネットで調べてみてください。その亡くなったのりこさんは平田さんのお兄さんのことが好きだったそうで、弟の平田さんのこともよく可愛がってくれました。ですからこの事件は中学生だった平田さんもかなりショックでした。さて話を戻しますが、ゆかさんと M さんを連れて平田さんは東京蒲田駅でカズさんと合流し、いつもの行きつけの居酒屋に飲みに行きました。ゆかさんはあんな事件に巻き込まれトラウマ級の怖い思いをしたにもかかわらず、明るく楽しい女性に成長していました。居酒屋ではカズさんがアパートで金縛りにあったり、ピンクのドレスの幽霊を目撃した話などをして盛り上がりました。するとゆかさんは、私霊が見えるのよというのでした。ああそうなんだ、それじゃあということで、カズさんのアパートに行く途中にあるその幽霊が出るかもしれないお寺に後でみんなで立ち寄ろうということになり、さらに盛り上がっていきました。そういうわけで、そこからゆかさんの心霊体験談の独壇場になっていったそうです。みんな時間も忘れていろんな怖い体験を聞いていたそうで、気がつくとお店は閉店時間でした。そこで4人はお店を出てお寺の前を通っていくと、幽霊と遭遇することもなくカズさんのアパートにたどり着いてしまいました。多少物足りなかったので、じゃあまた部屋で飲み直そうということになりました。アパートに到着すると、早速4人はテレビの深夜番組を見ながら飲み始め、時間はすでに深夜3時を回っていたそうです。でもその時刻には深夜番組もなくなり、そうなるとまたゆかさんが怪談を話し始めました。そこで誰ともなく部屋を暗くして、テレビの音量を切り、砂嵐の画面をつけたままにしてムードを演出したそうです。するとみんなどんどん怖い話に集中していきました。しばらく経ってからです。
酔いと睡まで眠くなってきたのか、みんな話を上の空で聞いているようでした。そこで平田さんは、さあ寝るかと言いました。実はその時平田さんは早く寝てしまいたかったそうです。なぜなら勘の鋭い平田さんはさっきから部屋の空気に違和感を感じていたからです。いつものカズさんの部屋とは何かが違う、別の空間にいるように感じていました。平田さんは知っていたんですね。この時間が止まったような空気感がずっと続くと怪奇現象が起きるので、恐ろしいことが起きるより先に寝てしまいたかったのです。でも時すでに遅かったかもしれません。ふと視線を正面のゆかさんに向けた瞬間、平田さんは凍りついたそうです。怖い話を長々としているゆかさんの真後ろに誰かがいるのです。自分たち4人以外にもう一人この部屋にいたのです。それは微動だもしない黒い影で、ゆかさんの背後にピタッと寄り添っています。するとどこかから何かの金属を叩くようなキンキンキンという音がしてきました。それはこんな狭い部屋なのにトンネルの中のようにずっと反響して聞こえました。そしてその音とともに、ゆかさんの後ろの影は少しずつ姿を現してきたそうです。そして平田さんはあっと思いました。そのゆかさんの後ろの人物は女性で、見覚えのある人だったからでした。それは殺害されたのりこさんのように見えました。のりこさんは殺害された時に犯人にアキレス腱を切断されたと聞いていたので、のりこさんなのか確認するため足元を見たのですが、下半身はなかったのか透けていたのか平田さんには見えませんでした。でものりこさんに間違いないと確信がありました。青白い顔で怒っているでもなく喜んでいるでもない、無表情でその場にいました。そしてゆかさんの肩越しからじっと平田さんと M さんを見ていたそうです。平田さんは気がつかないふりをしてこのまま寝てしまいたいと思いました。すると突然ゆかさんがごめんねごめんねと言って崩れるように泣き出したのです。そして M さんまでも泣き出しました。平田さんだけでなく彼らも、そして実はカズさんも、のりこさんが現れていることに気がついていたのです。ゆかさんは後悔の念からか、 M さんは恐怖から泣いていたのだと思います。すると気がつくと音を消してつけていたテレビが朝の放送を始め、あたりは明るくなっていました。そしてのりこさんはいつの間にか消えていたそうです。のりこさんは平田さんのお兄さんが好きだったので、その好きだった人の弟の平田さんと事件に一緒に巻き込まれた親友のゆかさんが一緒にいたので、きっと現れたのだと平田さんは思うそうです。さてカズさんにとってこの夜のことが決定打になりました。ついにこの怪奇現象多発のアパートには耐えられず、カズさんは仕事を辞めてアパートの寮を引き払い、地元の茨城に戻ったそうです。この新宿歌舞伎町ディスコナンパ殺傷事件の千葉県の現場の近くにある弁天橋には、亡くなったのりこさんの霊が出るという噂があり、今でも心霊スポットとなっています。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。